まずはフリップフロップ。パッと目を引くからし色のトップスがコーデの主役。スニーカーもトップスと同系色ですっきり。またニットやデニムジャケットの色味でメリハリが。普段着れない格好ができてとても新鮮でした。なんか肉厚な素材で肌触りも良くて長く着れそうでいいと思います。続いてはルーシー。ブルーとホワイトのふんわりチェックスカートがポイント。トップスはナチュラルカラーでまとめた優しい印象で春らしいガーリースタイルに。すごい春っぽい服が一足先に着れてちょっと楽しかったです。はい。まずはインタープレイ。使い勝手の良いロングガウンをメインに絶妙な素材感とゆるさを感じられるコーデ。ホワイトのカットソーとスニーカーでトップと足元に春の季節感を出しています。すごい着やすくてですね、どなたが着ても似合うと思うのでいいと思いました。続いてはサラ。潔いホワイトニットで春を感じるスタイルに。綺麗な V ネックで女性らしいデコルテラインとデニムのボーイッシュさがミックスしています。綺麗めなのにすごい可愛いところもあって、すごいパンツも靴も履きやすいのでいいと思います。皆さんもこの春は装いも新たにおしゃれしてみませんか？